それでは時間になりましたので次の時代トークセッションを開始いたします。本日はグッドライフフェアに出展されている花の堂の滝川進さんをお招きいたしました。滝川さん本日はよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。まあ、SDGs なビーズクッションということで今あの次の時代のブースの前にもあの実際可愛らしいねミッキーの絵が描かれたビーズクッションを置いているんですけれどもあのぜひ、ここをね 目の前通った方は触っていただければと思うんですけれどもまあ、初めにですねちょっと滝川さんの自己紹介をしていただいてよろしいでしょうか。はい、わかりました。うち の、 あの有限会社滝光縫製っていう会社なんですけども、今年であのちょうど創業50周年になるんです、ね、あ50周年ですか、はい、おめでとうございます。い半世紀ですね。はい、まあ、元々はあの父親がサラリーマンしててお袋がうちでか、工業用ミシンを買って、まあ、1台のミシンから始めたような会社なんで、まあ、縫製をメインにした会社になります。はい、まずこの滝光縫製さんの会社についてちょっと伺えればと思うんですけれども滝川さんはじゃあ2代目の社長さんになるということですか。はい、はい、元々はあの縫製を専門で、まあ、今もそうだと思うんですけれども、うん、縫製を専門でやってらっしゃったということになりますかね。はい、そうですね。はい、あの今でも、全国に日本人の縫い子さんが60人あそんなにいらっしゃるんですか。はい、見えて、まあ、基本はずっとその人たちの、まあ、付加価値を上げるっていうのが、まあ、僕の仕事っていう意識で、まあ、ずっと仕事をしてきてあの、まあ、元は大手の、まあ、いろんなメーカーの OEM をメインでやってきたんですけども、まあ、15年ぐらい前から D2C っていう、まあ、あのネット販売ですね。ネット通販の方に、まあ、ちょっと会社を切り替えてで自分のブランドの商品を、まあ、育てていくという形でずっと、まあ、今までやってきました。いわゆる、まあ受注の仕事からもう自社商品そうです、ね。まあ、これが花のろになりますかね。はいはい、これをまあ増やしていってると、はい、それが15年ぐらい前からですね。そうですね、15年前ですね。はい、はい、それでまあ今回ね、まあ、花堂ということであの出展をされていて本当可愛らしいビーズクッションから何かあのブースに箸を運んでいただいた方は分かると思うんですけどサーフボードがね、うん、立てかけてあるということで、はい、なんかすごい目を引く展示になっていると思うんですけれどもありがとうございます。はい、まあ、改めてですね今回出展している花堂というのはどういうブランドでどういう商品なのかというところをあの滝川さんからご説明いただけますか。はい、まあ一言で言うと人をダメにするクッションっていう商標を持ってまして。ダメにする、はい、面白いですね。あの、まあ、ビーズクッションなんですけどもともとじゃあなんでビーズクッションなのっていうところから説明するともともとは自動車のシートとかあとソファーとかそういうもののこう、まあ、洋服と一緒でねその形に合わせたパターンを考えてでその型を作っていく生地のっていう縫製の型っていうことですか。そうですね、それがまあ僕の仕事であり、まあ、得意な技なんですけどもでそう考えた時に、中身を中身が自由に動いてそのカバーに合わせて、どんな形でもできるじゃないですかっていうビーズクッションっていうのにすごく惹かれてで、まあ、ビーズクッションのじゃあブランドを作ろうっていうので花ロロを、まあ、15年前に立ち上げて、まあ、同時に、EC サイトも立ち上げて今まで来てます。その辺ねもう少しちょっと突っ込んで伺いたいんですけれども、はいはいはい、まあ、やっぱそもそもビーズクッションに縫製会社の御社がですね滝川さんの代になってこのビーズクッションに注目したなんかどういうところに心を惹かれたのかなってすごい気になるんですけれども、うん、それはいかがでしょうかね。もともとは1996年97年に、まあ、この日本 の、 あの介護用品っていうのを一回ちょっとちゃんと考えなきゃダメだね、北欧とか介護先進国に対してすごく遅れてるねっていう流れがあったんですね。で東京で今その褥瘡を考える、あの人って寝たきりになるとすぐ床ずれ
褥瘡って言ってお尻に穴が開いたりとか、はいはい、肘に穴開いちゃったりとか。そうですね、ご高齢の方なんかはなんか結構大変なというのは私も知識としては知ってるんですけれども、はいはい、でまあ、たまたま愛知県でも、福祉用具の開発研究会っていうのがちょうど始まったタイミングで、まあ、私もちょっと誘われてそれに参加して、でその時に、まあ、一番、まあ、日本の大きいメーカー、愛知だから大きいメーカーもいるんですけど、そこで、まあ、私がそのじゃあ何をじゃあやるんだって考えた時に、まあ、おじいちゃんがじゃあ寝たきりになっちゃいました病院で、で、まあ、食べ物もだんだん食べなくなったと。でそういう時にじゃあそのお孫さんが自分のお年玉で、ね、こんな、まあ、空豆みたいな形のクッションを買って、でおじいちゃんのところに持っていくと。でそしたらおじいちゃんがあこれは楽だねみたいな、あそしたらなんかもう寝たきりでもういいかなんて思ってた人が、あじゃあちゃんと地面に足をつけてご飯食べて、あ食べれるようになったら今度じゃあリハビリもやって、じゃあこの孫と一緒にじゃあ公園を歩こうみたいな、でちょっと頑張ってリハビリして孫と一緒にこう公園歩くみたいな、なんかそんなストーリーができるようなクッションができたらいいなと思う。でそのビーズクッション、その安価で作るには全部自分のところで作らないといけないっていうのがあってですね、で、まあ、ビーズクッションっていうのをやり始めて、で、まあ、2000年のこの ACR ができたばっかりの時の国際福祉機器展の第1回目から、まあ、お客さんの OEM だったんですけど、ビーズクッションのいろんなシーンで使うクッションを作ってっていうのが、まあ、ずっとやってました。だからその頃から、まあ、ビーズクッションはずっと作ってたんですね。いやそうなるとね、本当介護、まあ、この介護問題とか、まあ、これからの高齢化社会っていうのを見据えたそういう社会課題の解決っていう思いもこのビーズクッション花ロロに、まあ、込められているということになるんですね。そうですね、本当になんか赤ちゃんもすごくビーズクッションって好きなんですよ。なんかな、普通こうお母さんがおっぱいあげててベッドにこう寝かせた時に泣いちゃうみたいな、背中スイッチとかって言うんですけど、それうちのビーズクッション乗せると自然とそのまま寝たりとか、それちょっと不思議なあれがあるんですね。だから そこからもうね、本当におじいちゃんまでみんなが使えるものっていう感覚で、まあ、広げていけたらいいかなっていう思いがありますね。はい、ありがとうございます。まあ、それですごい熱い思いでね、この花泥っていうのを開発したっていうのはすごい今ひしひしと伝わってきたんですけれども、とはやっぱり御社はずっと、まあ企業様から頼まれた、まあ、縫製をやってきて、自社商品はそれまで、まあ、手掛けてこなかったっていうところからの開発ですから、やっぱりかなり開発にですねかけたご苦労とかですね、結構長い期間かかったんじゃないかなと思うんですけれども、そのやっぱ開発にあたってどんな点が大変で苦労したのかみたいなところをちょっとお話しいただけますか。そうですね、まあ、形をまあ最初にイメージしますよね。で、まあ、昔はそんないい機械もなかったんで、もうその型紙もすべて手でね、R 蒸気とかで型紙を書いて、でそれを型紙を切って生地の上に置いて、まあ、マジックで書いて自分でハサミで切る、でそれをこうつなぎ合わせて形を作ってるんですね。で形を作ってじゃあな中身を入れますってやっても、まあ最初からそんないいもんできないじゃないですか、格好が悪いとか。でそれをまた崩して、またそれをまた一からやり直してっていう、すごく時間が下がるかかる作業をずっとやってましたね、うん、そういう職人さんたちは、うん、あの御社にも抱えてらっしゃると思うんですけれども、やっぱりどのようにしてその技術を、ビーズクッションを作るための技術を覚えたり、まあ、滝川さんが教えたのか、まあ、その職人さんが学んだのか、その辺はどういうふうに技術的なものを身につけていったんですかね。それは縫製ですか、縫うっていうことですか。あ、そうですね、縫って、まあ、ビーズクッションにするっていうところですね。まあ、縫製ってね、そのまずは生地をそのパターンで切るっていうとこから始まりますね。で、まあ、切るのは、まあ、なんか男の仕事みたいな感じで、まあ、そこでも、まあ、結構熟練時間はかかるんですけど、縫うっていうことに関してだと、愛知県の岡崎市っていうのはニット製品、はい、地場産業で、
そのニットの縫製縫い子さんっていうのがすごくたくさんいる市な都市だったんですね。なんで僕はまあオリジナルのブランドでそういうビーズクッションって、まあ、伸びる生地でないと良くないんですよね。ビーズクッションってね特徴が出ないんで、でその伸びる生地の縫い子さんっていうのが地元にたくさんいたっていうのも、まあ、ラッキーといえばラッキーでしたね。やっぱり他のそれまで御社が手掛けてきた他の縫製の品と違って、このビーズクッションを作る際のやっぱ大変さというか、あのまた新しい挑戦だったと思うんですけれども、ビーズクッションを作るにあたってのなんか大変さみたいなところってどこにありましたか？あ、そうですね、うん、まあすごくビーズ自体がちっちゃいんで、ね、少しでもちっちゃい穴とかあると、はい、まあ、出てきちゃうっていうところがあるんで、まあ、すごく細い針を使ったりとか、そういうところはまあ気を使うところですね、うん、そうですね。小さいもの、私ちょっと素人なので素人質問しちゃうんですけれども、小さいビーズを入れるからやっぱそれがあの漏れたりすると結構大変じゃないですか。すごい大変です。そこはなんかどういうふうにその漏れないようにとか工夫されたんですか？いや、まあそれはまあ本当にそのミシンのセッティングだとか、そういうところもそのビーズクッションを縫うミシンをそれぞれ作っていくっていうところと、まあそのものづくりでいうと、うちはまあ60人いるんですけど、例えばうちのオニオンクッションっていうのがあるんですけど、ニットのオニオンクッションは鈴木さんと加藤さんが作ってると、そのもう縫う人をが決まってるんです。あ、そうなんですね、はい、中袋はもうこの2人でずっと縫うよ、でカバーはこの3人で縫う、もうそうやってもうなんか指名制みたいな、でこの三角の ポトラクッションはって言ったら、またこれは、松井さんと甲斐さんが縫ってるとか、そうやって決めてるんですね。あ、そうなんですね、はい、なんでそこまでに至るのに、すごく、まあ、練習をしてもらって、いろんなことやると分からなくなっちゃうっていうところ、うん、そうですね。であとは、まあ、全部自分僕が作るもんですから、で自分で縫って作るもんだから、やっぱり難しくは作らないですね。なるべく簡単にできるように、なるべく不良品が出ないように、まあ、穴が開かないようにとか、そういうふうに考えてなるべくシンプルに作るようにしてます。まあ、そういう意味では御社がずっと創業以来培ってきた縫製の技術強みっていうのはこの花泥にもなんかすごい生きている感じがするんですけど、その辺いかがですか？ああ、もちろんそうですね、はい、うん、そこがまあ一番大事なところで、まあ、日本人の人が本当にこう気持ちを込めてやってるっていうのが、まあ、お客さんにもちゃんと伝わってるのかなっていう気はしますね。やっぱりこういったクッション類って本当座り心地がもう一回座った時の座り心地がもうなんか商品のかなりの大事な価値の大部分を占めるのかなと思うんですけれども、はい、その辺、まあ、座り心地の良さっていうのはこれもなかなかさじ加減難しかったのかなと想像してるんですけど、はい、座り心地みたいなのは、まあ、今もそうかもしれないですけれども、どういうふうに追求されてるんでしょうか？やっぱそれはさっきもちょっとお話ししたみたいな、介護用品を作ってきた、スキルというか、それがすごく大きくて、愛知県って車椅子のやっぱり大きい日本三大メーカーがあるんですね、はい、いう場所なんですよ。でもともとそれは自転車を作ってた、経理も結構盛んなんですけど、そういうとこからこう、はい、来てて、あ、でその車椅子のクッションっていうのは、はい、この座った座位っていうんですけど、座った状態でこう圧がかかるじゃないですか、うん、だからその車椅子のシートの上に普通に座ってたら、下半身が動かない人が座ってたらすぐ床ずれになっちゃいますよね。もうほんと6時間ぐらいで赤くなって、あ、その初期の床ずれが始まります、そんな時間になっちゃうんですね、はい、だそういう座位の状態でもその圧が蒸発できるクッションっていうのを、まあ、本当に98年とかそういうタイミングでいろいろ試しながら
試行錯誤して、まあ、開発してたっていうのがこのクッションにも生かされてます。そういう、ね、裏打ちというか下地があってクッションにも生かされているという感じなんですね、はいはい、いや私も本当ね、はい、初日とかに座ってみたんですけれども本当になんかお尻に優しいっていうか、はいはいはい、本当にフィットするっていうか、まあ、多分その、ね、体格とか年齢とかによって感じ方も違ってくるのかなって気もしたんですけれども、はい、その辺はあの誰が座っても座り心地がいいようにみたいな追求もされてるんですね。もちろんそうですね。座った時にそう今、まあ、フィットするって言うんですけど、すごい質問が なんか聞こえてきて、やっぱりこのね答えてあげたい。今そうですね。今ちょっとね、ブースの前ではお客様が来て、すごい商品に興味津々な感じなんで、もしよろしければ。トークセッション終了後に詳しく滝川さんが説明してくださるんで、ぜひ花野のブースに足を運びください。でも今ブースにも息子さんがいらっしゃるんですよ。はい、そうですね、はい、今ブースに滝川さんの息子さんがいらっしゃるので、はい、ぜひブースに足を運んで、商品もたくさんありますので、はい、いや そうですね、すごいです。まあ、耐圧分散っていうのはその一応うちのビーズクッションの場合はどんな形であれ 30% の隙間が空いてるんですよ。で隙間座った時に、はい、そうですね、そのビーズを、まあ、いろんな会社のビーズクッションってほとんどもうその 100% ビーズが入ってるんですね。びっちり入れてるっていうことですか、はいはい、で生地がすごく伸びて、で座ると体にこう、まあ、フィットするみたいな。あ、確かにそういうイメージありますね。作り方をしてるんですけど、うちのクッションはそこまで生地を伸ばさない生地を使ってるんですね。まあ、2ウェイぐらいのワンウェイの生地を使って 30% 分その容量に余裕を持たせてるっていう。そうですね。で座るとその隙間に全部ビーズがスッと動いて、あ、でそのもう基本その圧を分散する、うん、だから全体で支える、あ、支えてるっていうのが特徴ですね、うん、遊びがあることで、そうです、そうです、体格とかね、体格の大きな方にも小さな方にも、まあ、フィットするっていうか、そうです、そうです、フレクシブルって言えばいいんですかね。そうです、まあ、カスタマイズって言えばいいのか。そうです、ね、そういうことなんですね、はい、やっぱりね、一つの本当にね、シンプルな形のビーズクッションに見えてもやっぱりその中身とかにはすごい工夫が凝らされてるんだなっていうのはすごい肌で伝わってきますね。本当、いや素晴らしいです。まだまだですけども、それで、はい、それで、はい、それでちょっとね、最初に聞いておくべきだったかもしれないですけど、はい、ぜひ伺いたいのが、はい、この花のろの由来ですね、はい、名前、はいはいはい、カタカナで花のろっていう称号なんですけれども、この由来、はい、非常にユニークなので、ぜひ滝川さんご自身の口から、はいはいはい、そうですね、最初のその EC 始めた時のお店の名前っていうのが一応ブレインソーイングって、なんか考える縫製とか、うん、そう、頭脳的な縫製とかそういう会社だったんですね。でもまあ誰も読めもしないですよね、ソーイングって SEWING、うんうん、でやっぱりそうみんなで覚えてもらうような名前がいいな、カタカナで3文字か4文字がいいなって思った時に、たまたまその頃津本陽っていう人の花水木っていう本を読んでた、まあ、ジョン万次郎の本なんですけど、でそのジョン万次郎がその土佐でアメリカの捕鯨船に、まあ、助けられて、そのまま、まあね、アメリカ行ってっていうストーリーは、まあ、多分みんなご存知だと思うんですけど、実はその前に、まあ、万次郎ってすごいこう勉強熱心だったから、まあ、甲板でその石炭入れて、まあ、蒸気ですよね、その頃ね、エンジンしたやったりとか、いろんなことをやっていく中ですごい英語にも興味を示してて、で船長にいろいろこう教えてもらってたんです。でそのアメリカに着く前に、まあ、ハワイに途中、まあ、食料だとかでそれまでに取ったそのクジラの油を下ろしたりとかっていう時に、そのハワイが見えた時にその船長が万次郎ちょっと上まで上がってこいと、であれはハワイのホノルルっていう一番大きい港だぞって、そのホノルルを万次郎はその日本語カタカナみたいな
英語で。で、ハナロロって日記にこう綴ったんですよ。あ、聞き間違え。そうです、そうです。ハナロロ、覚え違い、覚え違い、そうです、ね、で、ハナロロ、はい、ホノルルだったんですね。そうです、そうです。で、それがその妻というような花水木のちょうどハワイに行くストーリーのセンテンス一つの、そこが、まあ、ハナロロっていう題になってて、あ、でそれで、まあ、こう目に残ってたんです、それがね。じゃあどんな名前にしようかって言った時に、あ、ハナロロ、はい、いいね。で、まあ、僕もずっと若い時からずっと波乗りサーフィンしてきたんで、まあ、ハワイとか、あ、好きですし、その響きもねすごく気に入って、あ、じゃあもう花郎しようか。ジョン万次郎って言えばやっぱ歴史の中でもすごいチャレンジングな日本人として多くの方に今も愛されてますけれども、はい、なんかそのブランド名にそういうジョン万次郎の精神とかチャレンジングスピリッツみたいな、そういうのも込めてるんですかね。いや、まあ、もうそうですね。すごく、ね、彼はアメリカ行って、で実際奥さん亡くして、で、まあ、母親に会いたいっていう気持ちで日本に戻ってきたんですけど、ね、その入れてもらえない、その頃鎖国だからね。で沖縄から入って順番にこう薩摩から上にこう上がってきたりと、だからなんか、まあ、人に対してもうすごく思いやりがある人間だったと思うんで、まあ、そういう、ね、思いもね、引きつけたらなっていうふうには思いますね。ありがとうございます。まあ、それでね、誕生のこととか由来とかいろいろ聞いてきたんですけれども、まあ、実際、15年前ですかね、発売してからどうでしょう、すぐ売れ行きとしてはすぐ評判になってヒットしたんでしょうかね、それともちょっと時間がかかった、その辺いかがでしょうか。初めはやっぱり売れないですよね、はい。まあ、メインはやっぱ楽天市場が一番メインで、まあ、やってたんですけど、もう最初の頃は1日にやっぱり10人とか20人とかしかお客さん来ないんで。それどちらで売ってたことになるんですか。楽天市場ですね。ん、楽天市場。あ、楽天市場、はい、はい。で最初はもう本当に売れなくて、うん、で、まあ、その頃、そういう、まあ、大学勉強するっていうそういうシステムがあったんで、まあ、そこで勉強して、うん、まあ、半年ぐらいですかね、半年ぐらいで、まあ、結構思い切った施策もして、でそこからは、まあ、徐々にですけど、徐々に右肩上がりで、まあ、今に至ってるっていう感じですかね。ほど、まあ、本当にね、次の時代はさまざまな中小企業の、話題とか記事を取り上げているんですけれども、やっぱ皆さんお悩みなのが、いい商品を作ってもすごいストーリーの込めた商品、食品だったら美味しいであるとか、うん、まあ、物だったら使いやすいとか心地いいとか、そういうのを作ったとしても、うん、全然やっぱり広まんない、どうやって広めたらいいかわからないみたいな、プロモーション面で、うん、まあ、営業とかプロモーションでかなりご苦労されてる方多いんですよね、うん、その点やっぱりこれだけね、ハナロロをここまで広めるための何か、まあ、今大学で学んだみたいな話もされてましたけれども、営業活動であるとかプロモーション戦略とか、その辺やっぱ滝川さんご自身がどのような戦略とかアイデアを出していったのか、その辺について聞いている中小企業の皆様にも参考になるようにお話しいただけますか。そうですね、まあ、まあ、お店で売るのか、ね、卸をするのか、じゃあもう自社だけで売るのかっていうところの判断が、まあ一番最初はやっぱりついてきますよね、うん、まあ、私はそのまあじゃあもう自社で卸はやめて D2C ダイレクトツーカスタマーでもう EC でやっていこうっても決めたんで、まあ価格もそれなりにまあ抑えたというか、まあその私もともとその OEM でやってた時はまあ通販とかいろんなのやってたんですけど、結局それもそこでの危機感を持ったのも、皆さん中国で物を作り出したんですよね。あ、そうなんですね。その時代はね、はい、今から20年ぐらい前は。確かにそういう流れがありましたよね。はい、ね、日本こうせっかくいい商品を作って提案するんだけども、その商品が売れたら次の年はもうそこのお客さんが自分で中国で作ってくるみたいな、そんな流れが結構ちらほら続いて、あ、もうこれはちょっと切り替えないとまずいなというふうで、まあ、その D2C に切り替えたんですけど、で、まあ、切り替えて、まあ、先ほどもその最初は売れなかったっていう、
まあ、結局アクセスなんですよね。どれだけの人に見てもらえるか、どれだけの人に使ってもらえるのかっていうのが一番大きいじゃないですか。だから最初はもう本来であればこの値段で売りたいんだけども、ただこの最初なんでね、もうそれはもうキャンペーンじゃないけども、まずモニター価格みたいな、使ってもらいたいっていう気持ちを込めて、で物のこだわりも込めて、できたストーリーも込めて、まずは使ってもらうっていうのが大事なんで、よりたくさんの人に使ってもらうために、まあ宣伝広告費もかけたり、まあそれなりのディスカウントもしたりして多くの人に使ってもらう、あえて利益率を下げて、そうですね、まあ、広める戦略を取ったということですね、はいはい、いやで商品にもやっぱりそのストーリー、お客さんに伝えたい部分っていうのをちゃんと、まあ、昔はベネフィットって言ったんですけど、まあ、今はね、もうちょっとユーザーエクスペアレンスって体験を売るみたいな、そういうところをちゃんと書いてあげると、お客さんってレビューをすごく書いてくれるんですよ。あそうですね、今は口コミとかレビューで消費行動につながるっていうところありますからね、はいはい、だからこのオニオンクッションって、まあ、14年前からこのオニオンとかポトラクッションって売ってるんですけど、多いのはもう4000件ぐらいレビューついてます。おレビューがね、でその、まあ、たくさん売れるじゃないですか、たくさん売る、まあ、本当に3日間で200個とか300個とか、まあ、売るじゃないですか。そうするとまあ、1割2割はレビュー書いてくれるんですよ、みんなね。でそのレビューを読んで、あじゃあちょっとビーズが匂うとか、うん、ね、まあ、へたりが早いとか、なるほど、まあ、ファスナーが、ね、つけづらい、まあ、その頃まだカバーついてなかったんで、うん、カバーがあったらいいとか、でカバーは別で売ってたんですけど、うん、まあ、いろんな意見がこうお客さんが書いてくれるんですよ、うん、いいのも悪いのも。あでその悪いのをすぐさま、まあ、自社で作ってるんで、あじゃあカバーをつけようとか、ね、そうやってどん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 こう切り替えてきた。なんで2018年にビーズの発泡機も自社で購入したんですけども、うん、まあ、何千万もする機会なんですけど、それも、まあ、やっぱお客さんからの問い合わせが多かったんですよ、うん、こんなちょっと匂いがするけどこれ使って大丈夫なのとか、まあ、そういうレビューも結構あって、でね、まあ、私はそれ全部見ないんですけど、従業員とか実際その塗ってくれてる人、ね、さっきオニオン塗ってるのは加藤さんっていう、加藤さんとかもやっぱみんな見てるんですね、レビューは。でそういうのを、まあ、こう声を聞くじゃないですか。そうするといやこれはもう会社としても何とかしなきゃいけないな。ああ職員の方ももうレビューをしっかり見てるってことね、はい、そこがすごいですね。やっぱり社長だけが見るっていうんじゃなくて、そういう従業員の皆様にまで、うん、そういう意識が浸透している。すごい基本的なことって言えば基本的なことなんだけれども、それができるできないっていうのは多分、うん、本当大企業なんかでは逆に難しいし、うん、中小企業でもなかなかそれはトップからの、従業員に至るまでの意識統一ができてないと難しいと思うんですよね、うん、そこは本当聞いてて、うんうん、今初めて聞いてすごいなと思ったんですけれども、本当そうですね。だからそのじゃあオニオンは私が塗ってるっていうのがあるから、例えば孫とか来るじゃないですか、はい、そしたらそのレビューとかいいレビューが入ってるとそれをこんな風に書いてもらってるよとか、そうですね、いいレビューも共有するっていう、そうです、あそれ大事です。自慢になるじゃないですか、ですね、その人は。でいやさすが日本製すごく綺麗に塗ったるとか言うとまた調子に乗っちゃって、ね、モチベーション高めるの大事ですよ。いやいやそうですね、うん、まあ、それがなんか縫製っていう、まあ、基本女の人なんですよ、縫い子さんって男じゃなくて。で、まあ、そういううちはもう9割ぐらいはもう女性ばっかりの会社なんで、うん、またそういう気持ちをこう大事にしてきたっていう、少しずつですね。素敵なお話ですね。本当それはね、中小企業の経営者にも、普通にね花ロを使うユーザーの方にもこの思いを知っていただければ、なんか森商品の輝きが増すのかなと思うんですけれども、なかなかやっぱ御社の今手元にパンフレットもあるしホームページを見たんですけれども、やっぱりおしゃれというかこの世界観をやっぱり伝えてるっていうところが工夫されてるなと思うんですけれども、まあ専門用語で言えばビジュアルを凝ってるみたいな感じですけれども、はいはいはい、それはどのように工夫されているのか、その辺の戦略みたいなところに、アイデアみたいなところについても伺えますか。そうですね、ブランドストーリーの打ち出し方というか、はいはいはい、まあ
うちのこのお店自体があのお客さんというのが30代40代の主婦の方がメインなんですね。で、まあ、インフルエンサーのことも、まあ、仲良くやってたりするんで、写真とかはやっぱこだわってやってますね。もともと大手 の、 その家具メーカーさんの椅子メーカーさん の、 その写真を撮ってる、今もカタログ作ってるような愛知県の大きなスタジオで、あ、なるほど、一回一回そのセットを作り変えて、じゃ今度はちょっと北欧のようなセットで撮りましょうって言って、まあ、撮ったりしてます。確かに北欧の世界観出てますね。出てますよね、はい、見てると、はい、これはすごいですね本当。あとね、本当このクッションそのもの、すみません、音声だけ聞いてる方には見せられないのが本当申し訳ないんですけれども、あのこのビーズクッションミッキーのデザインをしてすごい可愛らしいんですけれども、はいはい、この辺の商品そのもののビジュアルっていうところにはどういうこだわりがあるのかはいかがでしょうかね。そうですね、まあ、もともとはその、まあ、そのニット、さっきも言ったね、岡崎はニットの地場っていうのがあって、 ニットのカバーっていうのをずっとこうやってきたんですけども、6、7年ぐらい前に、まあ、最初にレザーのカバーっていうのを作ったんですよ。でその今ビジュアルっていうのは、このニットのものってまあ、リビングに置いといても一回人が座るとちょっと形が崩れちゃうんですね。あ、どっちかというとね。確かにそう、はい、そうですね。でそこで、まあ、あのその時に、イタリアのミラノサローネっていう家具の展示会を、はい、まあ、毎年やってたんですけど、世界的な、はいはいはい、3年に1回は行くようにしてて、でちょうど行った時に、まあ、あのビーズクッションも、まあ、ちょろちょろっと置いてあって、あ、結構高級な素材とかも使ってあったっていうのが、まあ、ちょっとヒントになって、あ、じゃあちょっと今まで作ったクッションをレザーで作ってみようというところから、まあ、始まり、まあ、今でもまあそのレザーのものっていうのも大体半分ぐらいのお客さんはこちらのニットのタイプかレザーのタイプかっていうふうに選んでもらってます。ああ、それは本当素晴らしいですね。そういうね、座り心地だけじゃなくてそういうビジュアルにもこだわってるっていうところが、そうですね、あのすごいアイデア商品だなと、はい、そのレザーのクッションなんかは本当にこの大阪のゆきちゃんということを一緒に作ったんですけど、そのクッションはもう本当月に1回しかもう売ることができなくて、で500個でもう10分でなくなっちゃいました、ね、あ、すごいですね、はい、毎月1日にもう500個しか売れない、でレザーも間に合わないしみたいな、でそれをまあ2年1年半ぐらいやってきたのね。で、まあ、今はもう安定の供給していつでも売れるようにはなってるんですけど、まあ、そういうのでなんかそのインフルエンサーの子がと一緒にこう育ててきたっていうところもありますね。いや本当にそれもね素晴らしい戦略だと思うんですけれども、まあ、今回ねグッドライフフェアが SDGs をテーマにしているということで、本当 SDGs の思いとか理念を体現した商品が、はいはい、まあ、花郎さん以外にももちろんたくさんあるんですけれども、今回花郎さんはSDGs の取り組みとして SDBs というのを、はい、あの前面に抱えておられますけれども、はい、その SDBs という御社の取り組みについてぜひどのようなものかご紹介いただけますか。はい、はい、はい、分かりました、そうですね、 SDBs っていうのは、まあ、読んでそのまま持続可能なビーズの商品開発っていう意味になるんですけども、ちょうど2019年ですかぐらいに、あのプラスチックのゴミに対して結構世界中であの考えなきゃねっていうのが盛り上がったタイミングが、ね、そうですね、あったと思うんですけど、ありましたね。で、まあ、まだ日本では別にコンビニでも普通にアイスコーヒー買えばストローがついてくるような時代だったんですけど、たまたまその時僕は、まあ、台湾にも友達がいて、台湾に行った時にもうコンビニにストローなかったんですね。あ、はい、なるほど、はい、はい、紙のストローか、その今よくあるストローなしで飲めるタイプだったんですよ。でそれで、あ、これはね、そのうちもビーズクッションのビーズもプラスチックといえばプラスチックなんで、あ、これは急がねばならないというふうに感じて、まあ、帰ってからすぐにへたったビーズですね、ビーズクッションのビーズって、
まあ、長いこと使ってるとだんだんこうへたってくるという。どれぐらい使えばへたるんですかね。まあ、使い方にもよるんですね、それはね、うん、でも、まあ、あの長年使ってるとだいたい直径2ミリぐらいのものが、まあ、1ミリ以下になってくるんですね。あ、削れていくっていう。いや、しぼんでくるんですね。しぼんでいく、はい。で、まあ、通常昔はビーズの原料を50倍発泡してたんですけど、今はまあへたりのことも考えて40倍発泡してるんですね。でそれがへたった状態っていうのは、まあ、20倍ぐらいになる。いや、重さは変わらないんですよ。そのまましぼんでいくんですよ。で20倍ぐらいの量だ、直径1ミリぐらいになる。でそうするとだんだん重たくなってくるんですね。でその頃に、まあ、お客さんのやっぱり問い合わせで、もう完全にこんな風でもう潰れてしまったんだけども、これってどうしたらいいですかと。で、まあ、一応その燃やせるものなので家庭ごみで袋に入れて捨て廃棄してくださいっていう、昔から、まあ、問い合わせに対しては回答してたんですけど、まあ、そこをまず何とかしようということで、そのへたったビーズを集めて今度固める研究をしだしてですね、で一応まあ 50% バージンのビーズとへたったビーズの 50% までは形にすることができたんです。ただまあ長年使ってるとその時点ではいいですけど、まあ、何が起こるかわからないんで、今の時点では一応 25% までへたったビーズを普通のビーズと混ぜて一応成形品にしてっていうことに成功して、でそれができたタイミングで、去年の2月なんですけど、全国からそのビーズクッションの本体中身ですね、それまで中身は買えなかったんですけど、はい、中身だけを買ってもらったらへたったビーズを無料で回収する。あ、無料で御社のビーズクッションを買った方の、はい、まあ、ビーズ中身か、中身を無料で回収して、はいはい、また詰め替えて、お返しするっていう、そういう。いや、違います。あ、違います、ごめんなさい、はい、この、まあ、これカバーなんですけど、カバーの中に入ってるんですけど、はい、カバーを外すと本体っていう白いニットの生地の中にビーズクッションが入ってる、はい、そう、本体っていうものがあるんですね、うん、でそれを買っていただくお客さんに。ああ、中身を、はい、ビーズを買ってもらうとか、はい、失礼しました。で中身の入った本体を買ってもらう、うん、そうすると佐川急便、まあ、佐川急便さんが持ってってくれるんですね。とその箱を開けて届いた本体を出して、でへたったビーズクッション、へたったものをその箱に入れてそのまま佐川急便が持ってくるっていうのも去年の2月から始めて、それを無料で回収してるということなんですね。そうです、回収はもう無料ということ で、 あ、で素晴らしいですね。ね、そういううちの、まあ、メインのお客さんって結構ちっちゃいお子さんがいる方が多いんで、それもね、子供と一緒にやってほしい。このクッションもこんな風になっちゃったね、あ、でも花ロロだったらこれってね、無料でアップサイクル違う商品にしてくれるんだよみたいなっていうので、じゃあそのこれをじゃあ注文しようね。でそれを注文して、で佐賀君、あ、佐賀さん来たからあれ下手ったの持ってきてって言って、で子供が持ってきて一緒に入れ替えてっていう、なんかそうやってしてくれたらこうね、そのうちの本体をこう買うことでなんかサステナブルの SDGs のこう子供の勉強にもなるじゃないですか。なります ね、 ね、それはお子さんも ね、 ね、体現できるっていうか。そうです、そうです、体験ですよね、うん、まあ、そういうところも込めて、ね、一応無料回収っていうのを、まあ、1年ぐらいかかりましたけどね、うん、佐川急便さんと交渉したりとか、ね、その仕組みをね、はい、作って技術を高めて仕組みを作ったっていうところが素晴らしいですし、うん、何よりこのアップサイクルの製品、御社のアップサイクルの製品で今目の前に置いているのが植木鉢ですかね、はい、ですね、はい、これを本当に下手ったビーズで作っているっていうのもユニークですし、はい、しかもね、はい、ビジュアルもすごい可愛らしいというか。ありがとうございます、はい、あとで、ね、ちょっとこの会場には持ってこれなかったんですけれども、サーフボードをビーズで作っているっていうね、はいはい、これすごい面白いなって思うんですけれども、はい、このねアップサイクル商品になんか込めた思いとか、どうやって作ったのかとか、その辺伺えますか。そうですね、まあ植物もこのコロナの、そう2020年のコロナの前って、
うちもあの花ロロともう一個別のお店があってそこでは植物も販売してるんですけど、うん、その頃の日本って大きいマンションがあっても観葉植物の置いてない部屋っていうのはほとんどだったと思いますよ。そうですね、はい、確かに、はい、言われてみれば、はい、でまあお家で過ごすようになって、まあ、観葉植物やっぱグリーンもあった方がいいよねっていうのですごく今まあブーム今ちょっと落ちてるけど、まあ、ブームもあってでその中でじゃあその植物を入れる器、うん、で穴開いて開けることもできるんですが穴も開いてないんでそのまま鉢でポンって入れるだけであの温度依存性も低いですし植物もまあ健やかに育つっていうことで、まあ、植木鉢で、まあ、サーフボードは僕はまあずっと長年サーフィンをしてたっていうのもあったんで、これでサーフボードも PU と EPS っていって2つ素材があってでこの EPS っていうのはまさしくこの発泡スチロールなんですよ。でじゃあこれができたんだったらそれでサーフボードもできるかなっていうことで、まあ、それもやっぱり試行錯誤最初は失敗したりとか、かえってゴミ出るじゃないのとかそういうのもあったんですけど、まあ、そこも乗り越えて今は上手に作れるようになりました。今ももう普通にのサーフボードと同じように波に乗っていけるっていう、はいはい、もちろんそうですね。1年まあテストしてきて今はもう楽天市場でも売ってます。あ、もう商品化されてるんです、はいはい、もう販売してます。この鉢もですし、うん、サーフボードも、はい、販売してますね。いやぜひね本当 SDGs に興味のある方もそうですし、まあ、単純にねデザインが可愛らしいなっていうのでもいいとは思うんですけれども、なんかぜひ楽天市場で覗いていただければと思いますし、いやそうです、まあ、会場来られてる方はねぜひあの花泥のブースにそのねサーフボードとかも置いてますんで、はい、あのこれ別に触っても大丈夫ですよね。もちろんもちろん、はい、ぜひ触っていただいてね見ていただきたいと思うんですけれども、まあ、それでですねやっぱり今回、まあ、今日この収録はグッドライフフェアの3日目にの、午前にやってるんですけれども、今回グッドライフフェアでですね来場者の皆様花泥にもたくさん来たと思うんですけれども、来場者の皆様の反応反響みたいなところっていうのはいかがでしたか。そうですね、まあ、今回うちも出させてもらうということで、まあ、今お話ししたようなアップサイクルっていう商品化っていうこともまあ大切にやってきたんですが、まあ、もうあと、まあ、2つあってですね、1つはそのサーフボードができたっていうことで、去年の夏に、まあ、第1回 SDGs 子どもチャレンジと題して、まあ、全国の僕 の, そのサーフィンの仲間にちょっと声かけをして子どもたちと一緒にビーチクリーンをやると、でそこで発泡スチロールを集めて、うん、でそれをうちの会社に送ってもらって、でそれをまたクラッシュしてその海で拾った発泡スチロールを原料にしたサーフボードっていうのを作ってですね、あでその去年のクリスマスにその4カ所、まあ、愛知、福岡、宮崎、種子島、鹿児島のに届けて、で今年の夏、まあ、そのプロサーファーとかショップやってる子たちが子どもたちにサーフィンを教えてあげて、まあ、最後笑顔で終わるっていうそういうなんかストーリーを考えてですね、あすごい素敵ですねそれは本当に、はい、でそれが実際できてですね、で、まあ、それは結構テレビの取材とかも受けたりして、まあ、かなり、実現できたんで、まあ、今度来年ですね第2回に向けて、まあ、今回このSDGs の朝日新聞さんの企画の中で、まあ、仲間が集われたらいいなっていうそういう思いもあって、まあ、出展させてもらったんですね。で、まあ、本当に、良い方とも巡り合うことができて、まあ、ぜひじゃあ一緒に何かやれたらいいねみたいな話もなったんで、うん、まあ、ちょっと来年にもつなげれてすごく良かったなって思ってます。ブースに来た方なんかはどんな、ね、感想とか実際座った方とか触ってみた方とか買った方なんかはどんなお声がありましたか。いやそうですね、まあ、単純にちょっと驚いてるとか、はい、へーってこう感心してくれる人が多かったですね、はい、そうなんですね。それはよかった、すごいですね、ですね、まあ、実際座っていただければね本当価値が分かっていただけるんじゃないかなっていう、商品だと思うんですけれども、はい、まあ、それでですね、まあ、これからですねやっぱりこの花のまだまだ大きくしていったり広めたりしていこうというふうにお考えだとは思うんですけれども、どのようにこの花のブランドを広めていって
まあ、商品ラインナップも増やしていくお考えなのかなとも思うんですけれども、その辺のどういう展開を描いているか、竹川さんの中で描いているかというところについて、お話しいただけますか。はい、そうですね、まあ、商品の形云々っていうのもまあまああるんですけど、その、まあ、一つはそのカバーとか、まあ、その今の中袋で、そのレザーのカバー PVC、 そういうものに至っても、まあ、全てリサイクル可能、まあ、アップサイクル、それをまた糸に戻して、そこから販売する商品にするっていうことを一つ今目指してます。でもう一つ今大きいこととしては、ビーズクッションのその EPS の原料、その軽くなきゃいけない、で軽くなきゃいけないんだけども、軽いということだからへたってしまうっていう、これちょっとつきものなんですね。ただその原料自体を、へたらない原料を作るっていうのを、まあ、ここ本当、2、3年のうちに、まあ、実現できたらなっていう思いがあります。その2つ大きく、そこをまあ真っ先にやる、まあ、ますますね、本当改良とか技術革新を続けていくということです。そうですね。はい。まあ、本当 SDGs っていうのは、まあ日本語で言うと持続可能な開発目標ということで、これがまあその理念のね、素晴らしさとか社会的意義っていうのはひしひしと伝わってきたんですけれども、やっぱこれを売り上げを上げてビジネスとして継続していくための何か滝川さんのお考えとか。っていうのはいかがでしょうか、はい、戦略みたいなところがいいですか。そうですね、まあ、実際、10月の1日から丸井さん の新宿の本館の3階で、まあ、ポップアップ、結構広い規模でポップアップをさせてもらって、まあ、今まで EC のお店しかなかったんで、お客さんからも実店舗はないですかとか結構問い合わせもいただいてたんです。なので、まあ、2ヶ月に1回ぐらい長期のポップアップを、まあ、これ東京とか、まあ、大阪、福岡、愛知みたいな感じでまずやっていけたらいいかな。でそこで、まあ、商品だけじゃなくて、花ロロの、まあ、そういう、ブランディングのための SDGs の取り組みだとかっていうのも皆さんにこう理解してもらえるようにしていきたいなっていう思いがあります。いや本当で、地元の愛知以外からも、本当東京、大阪、福岡とかから、地元以外からもそういうお声がかかっている、まあ、花野のことを、まあ、評価していただいているっていうのが本当すごいところだなと思いますね。いや、まあ、ね、やっぱりでもまだ知らない人の方が多いんで、そういうことをしながら、うん、まあ、もう一つは今進めているのはホテルですか。はい、はい、ホテルとの、コラボ企画、ね、今ホテルも大きなホテルとかだとトイレットペーパーは、ね、新品に買えないよとか、そうですね、まあ、歯ブラシはいらないとか、ね、歯ブラシも、ね、極力プラスチック使わないとかやってますよね。ですですです、はい、はい、で掃除しなくていいとか、まあ、そういうのを選べる、お客さんがチョイスできるような予約の仕方っていうのをやってみえるんですけども、そことうち そのサステナブルなものづくりを、まあ、共感いただいて、じゃあぜひコラボでやろうっていうことで、花ロロルームっていうのをホテルの中で部屋を作ってもらってる。花ロロルーム、はい、面白いですね、はい、そこに行けばビーズクッションとかが座れ置いてあったりする、はい、でそれも実際今箱根の小垣園さん、はい、天遊って言って、まあ結構高級な温泉旅館があるんですね、うん、各部屋に信楽駅の、ベランダにお風呂があるみたいな、温泉がついてるみたいな、そこに今2部屋花ロロルームっていうのを作っていただいて、もう泊まれるんですね。そうですね、結構好評で、予約もたくさん入ってるって言ってお聞きしましたけど、そういうのを、まあ、いろんなところとできてか、そういうふうにこう広めてったらいいな。だからそれはなんか商品を売るじゃなくてね、そういう思いを一緒に共有して、でどんどんお互いそのまあSDGs も2030年までに到達しなきゃいけないんで、これスピードアップしていかなきゃいけないですね。でその先にはやっぱりサキュラーエコモニー、まあ、循環型の社会をこう上手にみんなで作っていく、だそういう部分をこう一緒に作れたらなっていう、そういう仲間というか、そういう思いを持った施設とも、まあ、コラボしてどんどん進めていきたいというふうに思ってます。本当ね、最初は EC から
広めようとして、やっぱりリアルも大事っていうところで、そういうまあこういうグッドライフフェアへの出店もそうですし、まあポップアップストア、まあ先ほどの旅館のまあ花園ルームもそうですし、そういう実際に触れていただける機会を作って、まあネットとうまく組み合わせてるっていうところが、これなんかね、すごいいろんなあのジャンルの企業の皆様にも参考になるところなんじゃないかなと思いますけど、その辺いかがですかね。いや本当そうですね。あの、まあ、逆にこの SDGs ってすごい難しい、ね、あの意識を変えないと変わらないじゃないですか。いくら物売っても変わらないんで、ただまあそういう課題、世界の課題っていうのが、まあ、逆に言えばみんなのチャンスになってるのかなって。だから一つでもできること、まあ、企業として物を売ってね、ある人間として、まあ、一つでもできることをクリアしていけば、みんながそういう意識になっていけば、まあ、お客さんも変わるし、で、まあね、でお子さんたちにも優しくこうすることで、こう気持ちもこうだんだん伝わってる。だからそんな風になったら、まあ、だんだん良くなるんじゃないかなと。で、まあ、仕事のね、商売の方もね、まあ、安定してくるんじゃないかなっていうふうに思いますよね。やっぱり SDGs ってどうしてもやっぱ大企業の専売特許みたいにちょっとイメージ持たれてるところが今残念ながらあるんですけれども、でもやっぱこういう中小企業だからこそ取り組む意義というか、 SDGs に取り組む意義、中小企業だからできること、まあ御社がまさに実践をいろいろやってらっしゃる立場から、その辺中小企業と SDGs との相性みたいなところについて、竹川さんどのようにお感じになりますか。いや、本当に何だろう、決定権は、ね、社長にあるとか、そうですね、スタッフにあるとか、うん、っていうところだと思うんですよ。若いその子たちの意識の置き方で、その思いがこう何だろうな、伝わりやすい、ね、昔ちょっと前であれば、ね、あ、じゃあそれしていくら儲かるのか、ね、ありました ね、で成果は出たのか、うん、っていうことになるんですけど、ここはもう持続可能にやっていかなきゃいけないことなんですね。始めたらずっとやっていく。でもそれが企業にとってとかじゃなくて、やっぱり地球にとってとか、ね、まあ、今回のこのテーマで人にとってとか、そういうのに優しい世の中になっていくというところにまあ結びついてる、まあ、大義名分なわけだから、それはもうやっていくしかないというかね、まあ、できれば続けていく、みんなでやった方がいいと思うんで、そういう、はい、まあ、チャンス、良い時代だと思って、まあ、前向きにやっていこうとは思いますし、まあ、みんなにも一緒にやってほしいなって思います、ね、ありがとうございます、まあ、お時間も迫りましたので、最後にちょっと一つ、ぜひ伺いたかったんですけれども、やっぱり我々もこの中小企業向けメディアをやっていて、本当にいい商品作ってるんだけど、なかなか広まらない、伝わらないみたいなお悩みってものすごい多いんですけれども、やっぱりそういう御社みたいに価値のある商品、社会的な価値とか可能性のある商品、それをちょっと広めようとしている中小企業の関係者の皆様に向けて、何かアドバイスとかですね、ちょっとメッセージを竹川さんからいただけると。はい、まあそうですね、なんかまあ、自分もその自分のできることしかやってなくて、まあそんなに考えてやってるわけではないんで、まあ、何をっていうことは、まあ、みんなそれぞれそのビジネスの中で、うん、手に取れることを一つずつやっていけばというふうには思うんですけど、まあ、うちの思いにこう共感していただいてね、まあ、ぜひなんか一緒にねしたいっていうところがあれば、ぜひ一緒にやっていきたいと思うんで、声をかけてくださいっていうところですかね。はい、素晴らしいですね。ぜひ、ね、コラボしたいっていう企業も、まあ、旅館にルームを作ったようにコラボしたいっていう企業も、世界観がなんか共通してる企業もたくさんあるんじゃないかなと思うので、ますますなんかね、花園の可能性を広がっていくことをなんか感じる、改めてお話聞いて感じたなんか1時間だったのかなと思います。本当にありがとうございます。まあ、本日はグッドライフフェアに出展している花園の竹川さんをお招きしてトークセッションを行いました。竹川さん、ありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。聞いていただいた皆様もありがとうございました。ぜひ花園のブースに足を運んで、
実際座って触って体験していただきたいなと思います。本日はありがとうございました。ありがとうございました。